じゃあ参りましょう。ようこそ三浦恋の部屋へということで、今日も張り切ってラグビーの話をしてまいりましょう。今週はすいません、もうこれ一色ですね。もうしょうがないです。もうオールブラックスの本当歴史的な試合なんで、まあ、今週はしょうがないです。もう大学ラグビーの先ほどメンバー発表ありましたが、ちょっと今週はですね、こっちを重点的にお伝えさせてください。ぜひ見てもらいたいんで失礼しました。ついに明日になりました。10月29日本気のオールブラックス VS 日本代表ということで、前日に再度見どころをということをお伝えさせてください。もうかなり何回もお伝えしたんですけれども、最後もう一回ちょっと自分の整理がてら、あと前日になってやっぱりいろんな記事がたくさん出てきて、あとツイッターでも本当に興味ある人がいろんな情報をいろいろ引っ張ってきてくれてですね、特にあのみんなとシェアしたいところを集めてみました。じゃあ行きましょう。楽しみですね。大正製薬さんありがとうございますと、ああいうことです。で、あの昨日お伝えした通りメンバー、まあサプライズはグージオンでしたね。あとは姫野選手とタタフ選手どっち出るんだろうと思ったら両方だったというところで、で今回のこの特にオーストラリア衛星で評価を上げた下川選手が、ロックのリザーブということになりましたと。まあロックっていう概念じゃないと思うんですけどね。であとはなんといっても山沢拓也選手スタメンというところが特に、でリザーブにはファンデフィーファー、あのウイングフルバック専門職がリザーブにちゃんと入ったのと、まあ、フッカーは堀越選手だと思ったんですけど日野選手、で、マキシム絶好調、あとあのミラー選手じゃなくてミラー選手はちょっと怪我があれだったんですが、であと竹内選手抜擢というところで、まああの全然驚きはしないんですけれども、当然あの予想からは結構外れた感じで、あの楽しみなメンバーでございます。で対し、オールブラックスに関してはもう本当にまあね、これを見て確かにここ直近のテストマッチとメンバー違うじゃねえかと、あとやっぱ中心人物であるリーコとサベア出ねえじゃねえかっていう風にちょっと安易に受け取ってほしくないぐらい、もう今置かれている今状況冷静に分析してオールブラックスとしてはもう最適なメンバーを選んだなと、でそれで勝ちに来てるっていうのがもう明快なあのメンバーなんで、そこはもうなんか手抜いてるとか思わずに本気のオールブラックスと戦えるんだということを楽しみにしましょうということですね。でちょっとなるほどと思ったんですけど、いつもお世話になってるノーウェアマンさんの、あのツイッターでですね、そうなんだと思ってびっくりしたんですけど、バレット兄弟の誰も出場しない試合は7年ぶりって、どんだけこの兄弟がオールブラックスに入り込んでたっていう、結構衝撃でしたね。7年ぶりなんだ。まあ、あのすみません繰り返しになりますが、あの、まあ、兄弟っていうことで、あの当然ね祖母は一緒なんで、その方が亡くなったっていうことで、急遽あのメンバーっていうかスコットメンバーから離脱して、で今向かってんのかな、もうヨーロッパ直接なのかな、ちょっとすみませんちょっとわかんないんですけど、とにかくこの3人が出ないってことがちょっと話題だったんですが、まあ何のそのと、逆にこの出ないのチャンスと捉えてる選手がたくさんいるっていうのが分かった感じでございます。なので昨日も繰り返しになりますが、メンバー落としてるっていうことはないないと。でここは昨日ご説明したんでさらっといきますが、本当に落としてたらリッチー・モーンが今もう絶好調なんでね、スタンドオフ外してペロフェター使ってたんじゃないのとか、アーロン・スミスをリザーブにすら入れないんじゃないのとか、タウケ・アホのリザーブが逆に恐ろしいぞということだったり、シェックはもっと早く使いたかったはずだ。でやっぱりあの後で記事お伝えしますが、やっぱペロフェタとシェックの記事が多いっすね。やっぱ、やっぱ分かってる方はもう待ってたって、もうこのタイミングしかないっていう感じですね。あとセブリースの記事はちょっと少なかったんですけど、個人的にはもうめちゃめちゃチェックしてます。もうウィル・ジョーダンっていう若手のスーパースターが離脱でチャンスが巡ってきた、セブリースの気合半端ねえなと、ああいうとこですね。であとリーコとサペアに関してはもうちょっと休ませてあげようっていうことなんじゃないかなというふうに考えてるんで、繰り返しになりますが、本気のオールブラックスと戦えるっていうこの最高の環境を楽しみましょうということです。で、僕自身日本代表視点とかオールブラックス視点でいろいろ見どころたくさんあるんですけれども、やっぱ今の流れで
そのままお話しさせていただくと、やっぱり一番すみません日本代表の踏ん張りが一番楽しみなんですけれども、個人的にはですねこの試合の一番の見どころっていうのは、何気にもう日本代表の活躍もそうなんですが、同じぐらいオールブラックススタメン確定じゃない人の踏ん張りアピールの場だと思うんですよね。だからそういう意味では、サベアとかリーコとか、あとサム・ケインとか、もうその辺はもう、あとアーロン・スミスとか、もうその辺はもう確定だと思うんですけれども、まあ、そういう、まあ、なんていうのかな、もう内定が決まってないみたいな、まあ、補欠までもいかないんですけど、もっとあのレギュラーに近いんですけど、そういう人たちがもうね、アピールしないともう次出れないんで試合だから、逆に怖いんですよね日本代表からしてみたら、もうめちゃめちゃ彼らがあの暴れると思うん でそれで先ほどお伝えした、フルバックの、ペロフェタ と、センターのシェックの2人の写真とともに記事あって、これはすいません、あの黒猫さんツイッター復活してよかったですね、あのなぜかアカウントバンされてたということなんですけど、黒猫さんが、シェアしてくれたんですけど、この2人の写真をもとに現地の記事を、訳してくれたと。でイアン・ホスターヘッドコーチは、土曜日東京で行われる日本代表対オールブラックス戦で経験の浅い選手たちに何を求めているのかを具体的に説明しましたということですね。やっぱこの2人ですね。やっぱね、やっぱそうですよね。ちょっと読ませさせてください。ホスターヘッドコーチは、自分がやってきたことを信じて実行に移し、自分が持っているスキルを生かしてほしいですねと。彼らは一生懸命に働いているし、自分たちが何をすべきかということもよく分かっているはずです。私が気に入ってるのは2人が笑顔でいることです。2人ともこのチャンスを本当に楽しみにしていて、そのために本当に一生懸命に働いているわけですからと、なんかどちらかの記事ではすごく家族全員で喜んだ、選ばれて喜んだみたいなのもありましたね。あとはその作業を信頼してパークに出るときに深呼吸をしてくれればいいですと。6万5千人スタジアムはソールドアウトになりました。かなり盛大になるでしょうね。初戦のスタート、初戦っていうのはこの遠征ですね、をこのような舞台で迎えることができるのは何よりの喜びですと述べましたと。またホスターヘッドコーチは、 NPC でウイングに挑戦したにもかかわらず、トゥイバサシェックさんに関しては、彼のオールブラックスの将来はミッドフィールドに合うと明言しました。つまりセンターとかですね。でこの試合では彼を12番でプレーさせたかったんです。彼は、ラグビーチャンピオンシップを通じてそこで多くのトレーニングを積んできました。私たちは彼がウイングでプレーしている姿を気に入っています。あの時言ったように、それは彼の弓のもう一本弦を張るようなものです。ウイングをカバーできるミッドフィールダーの万能性はかなり重要です。ウイングで過ごすという判断も良かったが、12番でクリーンな機会を得るに値すると思ってますということで、まあ、中野選手とかもねそうですもんね、ウイングとセンターみたいな、だからウイングセンター両方できるっていう人がこれからどんどん貴重になるっていうのは、このオールブラックスのヘッドコーチですら言ってるということです。もうどんどんポジションの垣根がなくなってきてますからね。でしかもリザーブってことを考えると、やはり一つのポジションより複数いや経験あるっていう選手がやっぱベンチにいるっていうのは、選手スタメンメンバーが心強いんでね。でシェックに関しては、まあ後半あのリザーブ、オールブラックスのリザーブが、レイナート・ブラウンと、あれかもう一人センター系なんで、もしかしたら後半その得意のウイングもやるかもしれませんけれども、ブルースでも結構センター出てましたもんね。まあそこはなんですが、この2人を特に注目している記事とかが結構目立ったかなっていう感じなんで、当然要チェックですと。まあ昨日僕もその記事見る前までなんとなくやっぱ逆にこの2人が気になりましたからね。ぜひ皆さん楽しみにしてください。まあね、彼らが活躍しすぎると日本代表はみたいなこともありますが、めちゃめちゃ楽しみです。でそれに加えてこの写真でエノーを持ってくるあたりがさすがだなと思うんですけど、エノーもやっぱ期待されてたんですけど、怪我でかなりオールブラックスから離脱しているところがあるので、今回本当にオールブラックスファンとか関係者はエノーのパフォーマンス期待してます。12番ですね、13番ですね、ごめんなさい、13番ということですね。ごめんなさい、もう一人のセンターのリザーバーデビッド・ハビリだ、ハビリの名前をちょっと抜けてました。でエノーは昨日もお伝えした通り、もうすごくオールマイティーで器用ですごい、いいプレイヤーなんですが、あともう一人もう強いて言えば、まあそのリーコの代わりにシェックとかエノーが入ったと、ああいうふうなことを考えた場合、もう一人ちょっと紹介したいなっていう人が、このナンバー8のソトゥトですね。
うん、あの本当はサベアが、いるポジションなんですけど、このソトってもう相当いい選手なんですけど、やっぱサベアの存在がでかいのか、なかなかねオールブラックスでブルーズではもう本当に主軸の一人なんですけれども、なかなかオールブラックスで出れないっていうところもあるので、かなりだから僕ソトゥトのプレーとかも見てたんで、だからちょっとねそこまでオールブラックス知らなかった時はサム・ケインをあのキャプテンで確定しちゃっていいのかと、まあ、一つキャプテンするってことは内定するってことだから、でもう一人がサベアだとしたらあと一個しか空いてねえじゃないかなって勝手に思ってた時もあるんですけれども、この多分ですけどサベアの代わりに出るこのソトゥトは相当あの暴れてくると思うんで要チェックですね。で、まあ、ちょっと長くなるんで全部はあれなんですけど、ソトゥトゥも、斉藤健二さんがこの J スポーツ の, あのオールブラックスおすすめ選手のところで記事書いてくれてます。フィジー代表として活躍した父ワイサケとイングランド出身の母との間にニュージーランドで生まれたっていうことだったり、その後の輝かしい成績も書いてあるんですけど、特にここの赤線のところですね、現在はこうなんですよね。でキャッチコピー一番上がリードキアラン・リードですね、リードアーディ・サビアの後継者と目されている次世代のナンバー8ということで期待値はめちゃめちゃ高いんですよね。ただブルーズでは主力の一人となっているものの、ポジション争いの激しいオールブラックスの中で今年はなかなかチャンスに恵まれず、ザ・ラグビーチャンピオンシップでは2試合の出場にとどまっている。だからこの秋は試合に出場し大きなアピールをしたいところだの、その第一戦目なんでやばいっすね、やばいっす、相当かなり来んじゃないでしょうか。ああサベアがいねえからラッキーなんてあんまくないですね。ソトゥトゥですからね。まあ彼も要チェックしましょうということです。で、まあオールブラックスの視点ばっかだったんですけども、日本代表はもちろん見どころたくさんあるんですけど、やっぱ一番は山沢拓也のスタンドオフでしょうね。うん、あのこれ結構動画で長く定期的にお伝えしてるんですけど、まあここ数年で多分ラグビー好きな人が居酒屋で話す話題ナンバーワンだったと思います。なぜ山沢拓也は日本代表に呼ばれないんだっていうことに関してもう酔っ払った人たくさんいるんじゃないでしょうかということで、僕もその一人で、なんでこんな固くなにジェイムを呼ばないんだろうって去年とかも思ったくらいですから、まあもちろんあの彼の活躍を待ってる人がいて、もうたくさんの方がね山沢拓也選手あのメンバー発表見てやっぱ一番は山沢選手がスタンドオフだったって言ったところがやっぱみんな待っててみんな期待しているところだったんですけれども、なんか一つちょっと斉藤健二さんのツイートがちょっと面白くてちょっとまたキャプチャーしちゃったんですけど、10月29の見どころはやはりスタンドオフ山沢拓也がついにティア1、しかもオールブラックス相手に初めて10番を背負って、これ意外だったんですけど、キャップ、まあ言い方悪いんですけど、あんま強いところとやってないってことなんですよね。あのちょっとすみません、失礼に値するんですが、対韓国、対、香港、対香港、対トンガ、ジュニアジャパンの、これは相当痛い経験だったって言ってますね、12年5月。なんか本人のワイルドなやつらとかで言ってましたね、もう怖くてしょうがなかったみたいな。うん、で、ウルグアイ戦なんですけど、まあまあね、やっぱ格下って言い方ですけど、相手っていうのもあるんで、で、ゴーシュエも、まあそんな長い時間は出てないということだから、そういう意味では、もうかなり、いきなりオールブラックスですね。なんか、ウェールズとかスコットランドあたり、なんかテストマッチ1回ぐらい出てんのかななんて思ったんですけど、これ、斉藤健さんのこれ見て、出てねえんじゃんみたいな。そういう意味ではティア1本当初じゃんっていうところなんで、まあ山沢拓也選手なんあんまプレッシャー感じてほしくねえぐらいみんな期待してるからね、ちょっと楽しみですね。まあ、ここで相当パフォーマンス出してもらいたいなと、やっぱごめんなさい、やっぱ山沢拓也ですね、一番応援しちゃいますというところです。で続きまして、ジェイミーの記事がですね、ナンバーの方で出てて、生島さんだったかなで、結構長く読み応えあるんですけど、特に気になったところで言うと、日本との試合は難しい位置づけになるという、オールブラックス視点から言うと、やっぱり、その、
初戦ですし、他の試合は全部ヨーロッパで、やっぱ日本経由のスタートということで、やっぱピークはどう考えてもランキング的にもこれから戦う相手にやっぱピーク持ってくると思うんですよ。だそういう意味では、でもかといってここ最近調子悪いから手も抜けねえと、勝たねえといけねえっていう、なんか難しい位置づけになるっていう表現っていうのはすごく僕的には、そういう表現だとしっくりきたななんて思いました。ちなみにジェイミーは4年前ですよね、2018年11月3日で、31対69ですよね。で、あの時も倒したかった、勝ちたかった。でもよくよく考えてみると、それはかつて私がオールブラックスのメンバーで、オールブラックスがどういうチームか肌身で知るからこそ生まれた感情だったかもしれません。だから今は別になんかその祖国との対決に関して特に干渉に浸ってる場合じゃないみたいな、いうことを言ってましたが、ただこの4年前はちょっとそういう気持ちがあったってことを多分お伝えしたかったと思うんですけど、あの試合で30点を取ったのは評価できます。ただしオールブラックスを倒すためにはチームがまとまり、ここですね、決してガードを下げてはいけないと、接戦に持ち込み相手のスキルにプレッシャーをかける必要があります。オールブラックスが自由にプレーしだしたら、それを止めるのはどのチームにとっても難しいことです。そうなんですよね。で、あとそのノーエーマーさんがおっしゃってたんですけど、確かにそうだなと思ってて、オールブラックス結構接戦にちょっとね、確かテストマッチ弱いような気がするんですよね。接戦勝つとき結構やっぱ対象なんですよね。だから接戦で結構あたふたするっていうところがあるから、だから自由にノリノリになっちゃうと、もう多分どの国も手つけられないんだけど、そのやっぱノリノリになる前にやっぱ先手先手で、アイルランドも、南アフリカもオーストラリアもやっぱ先手先手で行こうとしてるなっていうところがあるんで、日本もやっぱ前半からやっぱ飛ばしまくるというのはちょっと想像できるかなと思います。日本を相手にするときオールブラックスは保守的になるでしょう。これがタイトルのところですね。彼らは日本との試合の後、ウェールズ、スコットランド、イングランドですね。だからランキング的にはイングランドが一番上か。でもまあね、対戦します。どうしても欧州での試合にピークを持っていくはずですから、日本との試合は難しい位置づけになる。 でも我々にとってはそれがアドバンテージになり得ます。そのチャンスを生かさない手はありませんということですね。まあ知らねえよと、ピーク持ってくるかどうか分かんないけど、俺たちは勝つんだっていう、まあこういうところも勝負師な感じがして僕的には気になったんで、この部分をちょっとキャプチャーさせていただきました。で、あとは違う会見で言ってたのが、まあ当たり前なんですけれども、あ、ごめんなさい、ちょっと変えなかったな、あのセットピースですね。セットピースが、かなり、重要になってくるというところです。あ、セットピースですね。これはあれか、向井さんの一問一答を見たのか。でティア1チームは上位国はパワーを使うと、そこにどう対で、これごめんなさい、これジェイミーのコメントですね。そこにどう対抗するかが重要。自分たちはセットピース、かっこスクラム、ラインアウトといった攻防の起点からもいいボールを供給し、バックスにいいアタックをさせる、ここが明確なフォーカスだと思ってますと。だからセットプレーですね。オールブラックスはセットピースからドミネート、支配してゲームコントロールしようと試合に入るでしょう。止めるのは難しいでしょうが、そこへの対策に大半を費やし練習しましたと。セットピースから質のいい球をバックスに供給できれば素晴らしいトライを見せられると思ってますということなんで、セットプレーですね。グージオンのスクラム、まあ一人でやるもんじゃないんですけど、あとラインアウト、坂田選手のスロー、両ロックだけでなくリーチのジャンパーみたいなところですね。もう見どころ満載すぎてあれですが、まあセットプレーっていうのはまあどう考えても重要だな。スクラムどうなんだろうな、押される可能性もあるけど押せる可能性もあるんじゃねえかなとは思ってますけど、いかがでしょうか。まあ明日見てみましょうということですね。で、まあ三浦的に、まあ、山沢選手の名前挙げちゃったんですけど、やっぱなんだかんだ明日の注目選手を一人挙げるとしたら山沢選手ともう一人この人かなって思います。やはりもうね、今もう絶好調ですね。まあちょっとベタな答えで申し訳ないんですが、やっぱリーチですね。まあ、この真ん中の辺から、読みますけれども、練習後取材に応じたフランカーのリーチマイケルは、ワクワクしていると、それだけと、
1週間前からずっとワクワクしていて寝るのが大変になってきたと笑いながら明かしたと。あ、もう僕がこの1週間毎日オールブラックスの動画上げてんのと全然違いますけど、まあ、あのそういう感じですね。自分が生まれた国との対戦となれば思いは特別、特に首相のサム・ケインに対して、ね、18年スーパーラグビーのサンウルブズ VS チーフスの時、彼にタックルされて6軟骨が折れたのでやり返したいと闘志を燃やしていると。いや、このフランカー対決もすげえなー。なんで、他にももちろんね、松島のトライとか、あ、姫野のジャッカルとかも見どころはたくさんあるんですけれども、あえてコンパクトにちょっとオールブラックス視点から と、日本代表視点から、お話しさせていただきました、ね、ちょっと昨日のサムネイルで申し訳ないんですが、ついに明日です。明後日じゃなくて明日、本気のオールブラックスに挑むと。14時50分からですけれども、あ、キックオフ3時じゃねえのか、14時50分なのか。で、日テレさんでも放送しますので、J スポーツさんとかワーワーさんに入ってない方もですね、これはもう楽しみましょうと。ああいうことで、明日、会場に行かれる方、僕の分までですね、リーチコールお願いしますと。いや、リーチコールしちゃダメなんだっけ明日になりました。で、今週1週間本当にオールブラックス戦のこの情報動画にお付き合いいただきありがとうございました。また近いうちにお会いしましょう。楽しみです。では。